中国企業のロゴ問題っていうのがあって、これ玉木雄一郎さんがすごく言ってるんだけど、国民意思を随分言ってるんですよね。それでちょっとこれ出してくれますかね、玉木雄一郎さんのポスト。自分の国を自分で守ることができなければ、再エネもエコも SDGs もへったくれもないと、国破れてパネルありではダメだと、閣僚審議会のメンバーにも何らかのセキュリティチェックが必要ではないかという。いうことで。あの政府の資料に、透かしみたいに入ってたやつですね、右肩部。これね、私ちょっと知ってんだけどね、実はね、河野さんが、ものすごい脱原発でね、それでね、政府の資料っていうか、普通規制改革会議ってのあるんですけどね、そこ使わないで、もう全然違う、規制改革会議っていうのは普通の審議会で、法律全部あるんですがね、もう自分の、あれなんですよねって、もう手足と、なんていうかな、思い通りのやる図を一個作ったんです。それで、本当は経産大臣やりたくて脱原発言いたいんだけど、さすがに菅政権でそれはないから、いくらなんでもそれはダメだろうって言って、脱原発全部封印したんですよ。封印したんだけど、やりたくてやりたくてしょうがなくてね、これ作っちゃった。それで、規制改革っていう名のもとに、まあ、脱原発をやるって会なんですよ。で、普通の審議会だと15人か20人ぐらいいるんですけどね。まあ普通はそうなんです。これ4人しかいなくて。4人しかいなくて、最初ね、メンバー見たらもう全部脱原発でびっくりしてね。これで、菅政権の方でね、ちょっとこれやめ。ちょっとってんで、2人に絞って2人にしたんですよ。それでまぶしてやった。そういう会なんで、でも最初から確信犯なんです、これ。でもこの、要するに、自然エネルギー財団っていうのがもう、はっきり言えば、脱原発の凝り固まっててね、脱原発を言いすぎると、実はね、エネルギー足んなくなるんですよ。だって、全部やめるでしょ？絶対エネルギー足んない。そうするとね、その代わりに再エネ、再エネって言って、それもね、強烈に多く言うから、実はチャイナのがここにつくんです。それで、アジアスーパーグリッドってね、そこに日本もくっつけろとか、そういう話をしてるわけ。そんな電力網をね、接続したらどうなるかって話は、ウクライナの時よくあるでしょ？あのパイプラインを接続してるから大変になっちゃったんで。そういうことを実は、チャイナの方は狙ってるわけ。で、はっきり言うと、一帯一路のエネルギー版なんですよ、それは。あの、アジアスーパーグリッドってのがあってね。そこに、それをここで、この、そのメンバーがたくさんいるんですよ。それはだから、脱原発を言いすぎると、再エネの話にどんどんなっちゃう。で、再エネの方もね、中国が買い替えてそればっかりなんですよ。だそういうのが、この政府の中で実は行われてたのが問題だってことは、もう前からだった。というので、今回これで、ロゴ問題って出てるんだけど、本当はロゴ問題じゃないんですよ。河野さんがね、脱原発を言いすぎてね、国を売ってるって感じなんです。そこが本質です、これ。なるほど。だそれは、国民民主の人がね、言い出したんです。だからこれは面白いんですけどね。次のザクザクの記事もちょっと。なぜ財団を徴用するのか。それは脱原発だからなんですよ。脱原発って言ってて、その人ばっかり言われてない。なんか今言われてるのはね、河野さんが防衛大臣の時に自然エネルギーを入れる、再エネを入れる色ってすごかったらしいですね。あ、それは知らないです。それで入れて、結果的にはね、入れて、それで管理会社があちら系なんでね、そのデータで、ね、結構自衛隊の動きが盗まれてるっていう話もなってる。で自衛隊自衛隊で、なんかね、自衛隊の施設で再エネを使えってすっごい言ったらしい。だからそういうのでいいんですかっていう問題が今ある。そんな話聞いたことないですか、あの再エネのね、施設をたくさん使えって言って、管理会社がどう思うあちら系らしい。だから電力をそういうとこから買えっていう話ですかね。そう。だから変えたじゃなくてね、その動きでね、自衛隊の動きもある程度分かるらしい。どこまでか私も分かんないけどね。あの電力使用量とかそういうので動き分かるのは分かるんですよ、ね。まあ、イージス艦が港に帰ってきて電気つないだら急激に電気使用量が分かりますから、うん、船の動きは少し分かるかもしれない、ね。そう。あと潜水艦なんかも電気随分使うでしょ。ついてますけど外に出ればですね、関係ないですもんね。うん、出て戻った時にはすぐ分かるよ。まあ。どうですかね。まあ、イージス艦みたいには街の半分の電力を使うみたいなことはないんで、そこまではないと思いますけどね。でもイージス艦は分かっちゃうんでしょ。だからそれは電力使用量ってんので、戻ってきたなとか言って、そうすると、いろいろ衛星の動きとともにね、チェックしてね、いろいろと、だから電力使う自衛隊の動きは分かると。いうことらしいんだけど、どこまでか分かんないですけどね。もうでも、河野さんの偉いところは、みんなが反対しても自分が思ったら無理やりやるっていうのは大したもんですよね。決断力っていうか、ね、実行力とかいうのは、普通みんなが言ったらやめますよね。これだから脱原発こんだけ強く言ってるとね、一応、総裁候補になるときには封印したんだけど、封印できないらしいんですよ。封印できないというか、もう、
そういう人だという認識がありますからね、皆さん。一時封印してね、これを封印してたのかなと思って、意外にそうでもなかったっていうのが、今回これの、このロゴ問題で明らかになって、全然諦めてないっていうのが明らかだった、なったっていうのが本質なんですけどね。河野さんが脱原発を言ってるときに、自衛隊だと脱原発言われるって、再エネで、エネルギーでやれって言われたらどうなっちゃう？基地、だから基地の電気代だけですよね、うん。あとは動いてもらってますから、直接、割り箸使いとかいう環境問題の大臣はおられましたけどね。そういう人はいましたけど。あ、箸か。割り箸使わないでですね。陸でね、戦車とかそういうのって、あれ、電気？いや、自分、電気も一部使いますけど、ディーゼルで動かしてます。ディーゼルでしょ、はい、主に。で、装備品ではあんまりないですよ。出たら。装備品では、そういう今の脱原、エネルギーみたいなのには該当しないですよねっていうんですよ。装備品は。装備品は駐屯地の電気はあるかもしれないですけど、うん、それはまあ維持してるだけですからね、うん。基本的にはディーゼルかなんかですか、ね。ディーゼルでやってるわけね。はい、戦車はですね、装甲車も。今度でも EV かなんかでね、電気にしろとか言われたらどうなっちゃう？いや、それはありますよ。例えば偵察用のバイクとか、車を EV っていうのはありますよ。音がしないから。音がしないからいい。それはあ、静かだから。それはそれバッテリーですからね。バッテリーを交換するだけですから。そのバッテリーをどこで充電するかっていうのはありますよね。うん、でも駐屯地で充電すれば別に駐屯地は動いていかないんで、うん、あんまり、大した電気食うわけじゃないですから。そうね。だからあんまり影響はない。陸的にはあんまりないんじゃないかなとは思いますけどね。じゃあ別に EV になったところで、別にオペレーション上はあんまり影響ではない。まあ、バッテリーさえ確保できるんだったら、うん、そちらの方が静粛で、バンバンバンって音がしないですから。夜間作戦の時には静かに行けますから。それはあるんですよ。今、電気をどのくらい装備品で活用できるかっていうのは検討はされてますから。うん、空はどうするんですかね。無理でしょ。電気で飛ぶっていう。電気って聞いたことないよね。無理だと思いますよね。海は？その前にドローンはあるでしょうけど。ドローンはあるわ。ドローンは電気だと思うけど。あれ海だって、だって海の船も電気船って聞いたことないね。あんなに重いのは動かせないですよね。レールガンは電力ですけど、うん、もうそれもちゃんとタービン回して自家発電していますから、うん、地上用のレールガンとかなると電気食いますからね。それはかなり大きい電気食べるので、うん、これ言われるかもしれないですけど、うん、でも、それって例えばですよ、戦う装備品を省エネしろって言っても、もともと壊すためにやってるんですから、省エネって概念上ありえないよ。なんか戦えてる時にそんなちまちましたこと言うなよっていう感じが。それどころじゃないですよね。それどころじゃないよみたいな。自衛隊ででも SDGs とかそういうって考えあるんですか？いや、まあ、少しは協力しろっていうのはあるんかもしれないですけど、基本的に。マジ言ったらないでしょ。ないです。こんなもんは気にしててもしょうがないだろうと。まあでも大臣がやれって言われるとね、まあ、これ、ここまでできますってなんかやっていくんでしょうけど。そんなの世界の軍隊で、環境に優しいとかあるんですか？いや、ないでしょうね。なの。よく今、まあ個人的な話で、うん、パワハラで処分されたり、まあ裁判になったり辞める人がいるじゃないですか。うん、僕笑い話ですよ、うん。軍隊ってパワハラですよね。相手の国に叩き潰しに行ってるパワハラの組織ですけど、パワハラがダメだったら全世界の軍隊はまずはパワハラ組織だと、ね。もう敵に対してものすごいパワハラするわけね。ちょっとすいませんって言わないですね。ちょっと殴っていいですかとかそういうのはない。笑い話になっちゃいますよね。だからその再生エネルギーとかそういうのも全部そうですよね。だってそういう状況じゃないですからね。うん、生きるか死ぬかの状況になってる時に電力を消費。電力で CO2 が出ちゃいけないとか。燃えてますから、これ。ほら、どっかのグレちゃった人がいるじゃないですか。グレちゃった女の子が。グレた。大きくなっちゃいましたけど、うんうん、どっかの国に行ってさっきの CO2 が生んだと、そしたらウクライナに行ってロシア軍に言えと。いや、あれだけ出てるね。もう、なんか CO2 出しまくりで。火事やってたらどんどん出ますわね。あのところに行って停戦だってやってくれるんだったら、あなたは大したもんだと思いますけどね。うん、で、あの人が動くときに飛行機に乗って動いて。そうそう、大体飛行機に乗って、あれ欺瞞なんですよ。だって戦争自体の破壊行為ですごく CO2 出ますね。出ますよ。もう、燃え上がってますからね。うん、で、燃やさなくていい燃料施設を燃やしてるんですから、ドローンで爆破させて、使用できなくなってるわけですからね。うん、それで化石燃料だから CO2 出まくりですね。両国で打ち合いやってるわけですから、まあ、そういうの見ると相手が違いますよね。言う相手がね、防衛大臣になるべき人ではない。そういう気持ちがあっても防衛大臣の時は何も言わないと、もう封印するっていうのがね、忖度しますからね。でも周りがね、大臣はだいたい防衛大臣になった時に環境派だとか
ちょっとびっくりしちゃいます。環境破壊する最も大きい組織ですからね。というのが、元陸将中部方面総監の山下さんの意見でございます。個人的なんですね。でも、面白かった。軍隊は世界的にパワハラ組織だと。すごい笑い話ですよね。それ、敵に対してパワハラを猛烈に。するなって言うのかっていうですね。うん、してるわけでしょうね。なるほど。というので。いや、もう、お笑い用の話ばっかりなんですけどね。でも、河野さんってでも、最初の話に戻っちゃいますけどね。でも評判っていうと、噛み合ってたんですか議論は。いや、そんな大きなことはさっきのイージス・アショアを。イージス・アショア。まあ、やめるっていうご決心とか、あと予算上だと、生活、勤務環境を改善しろっていうのが重視で、うん、正面装備はいらないって言って、いらないって言ってそれはちょっと両方いるって言わないといけないですよね、うん、防衛大臣としては。あ、予算科目違うんですから、これはこっちで、これはこっちで、こっちやめてこっちやるとかですね、自衛隊の多くはもう中曽根防衛庁長官時代は、実はトイレットペーパーは自分で、我々も若い時は買ってたんですよ。それ予算がないから。分かってたわけ。買ってましたね。それから、それはもうおかしいっていうことで、あれからずっとお金をつき始めて、トイレットペーパーあるんですよ。あるけど、1枚の安いやつですよ。ちょっと固めの。今の若い隊員はお金持ってるんで、今見てる人、これが全国陸海空自衛隊がそうかって言われると違うかもしれませんけど、うん、まあ、私が指揮官の時の経験からいくと、お金を持ってる営内隊員は二重になってる高いトイレットペーパーがいいと。で、自分で買ってる子もいると。それは、あってもそれ使うわけですよ。いいやつをですね。まあ、お尻がこう優しいやつを。そう。自分で買うってちょっとイメージが分かりにくいんですけど、買って持って。ANI に住んでますから。ANI 社ですよ。ANI 社。そこからトイレ行くときには別にロッカーからトイレ持ってって行って、出したら持ってくる、帰ってくればいいってことですよ。で、例えばちょっと潔癖症の人はトイレにぶら下がってる、うん、トイレの部分は誰が使ったか分からないからっていうので、まあ、嫌だとか、座る便器もちゃんとこう拭いて、アルコールでね、そういう子もいますから、うん、そういう子なんかは自分で自分のトイレの部分は持って行った方がいいと。おやおな、今日ね、実はね、全然違う話なんだけどね、パーフェクトデイズっていう映画があってね、まあ、ここで私見たんですよ。見たんだけど、まあ、はっきり言うとね、あれね、東京都の公衆トイレの宣伝みたいな映画なんだけどね。トイレを清掃する。そう、役所工事の人。あれはでも、ふんだんにトイレットペーパーは置いてあったんですよ。いや、それは量の話であって、うん、だから私も言ってるのは自衛隊でも置いてありますと。置いてあるけど、それを使いたいか使いたくないかの、その判断も隊員はするってことですよ。それはいい。置いてあるんだから何？一枚のゴワゴワのやつってだけ、という話ですね。まあ、そんなに高いトイレットペーパーが入ってるわけじゃないんで。うん。それよりは自分でいい。一日一回しか行かないかったら、自分のいいのを持ってきます。誰が使ったか分かんないようなのがぶら下がってると、うん、不特定多数が使えますからね、うん。それよりは自分のしっかりしたのを持っていった方がいいっていう隊員もいるってことですよ。だから、そういうのをよく考えながら、そのトイレットペーパーが足りないからいっぱい渡せばいいっていうんではなくて、うん、いい質のいいトイレットペーパーを出せって言うんだったらまだいいですよ。うん、ただし、それを戦闘機とトイレットペーパーかっていう択一はないですよね。うん、というのが、大臣の場合は、あったってことですよね。なるほど。河野大臣って面白いことやってるんですね、いろいろとね。いろいろあるんですよね。大臣になる前に、リスト問題ってあって、日記、で日誌とか、イラクか、うん、南スーダンかちょっと忘れましたけど、うん、まあ、それをしきりと開示請求して、大ごとになって、女性のミニスカートの名前をメガネかけて大臣が、愛ね。大臣が、私は報告受けてないと報告したはずなのに受けてないって言って、揉めに揉める事案の引き金を引いたのは、この、議員だったんですよ。あの愛大臣の評判は？まず愛大臣が舞台に視察するときはね、官房長とかからいいですかと、装備を見せるときには合わせて拳銃、小銃、機関銃、ロケット砲ってずらっと並べてちゃんと説明してくださいって、どれがどれかわからないんですからと思ってね、そういう人防衛大臣でいいのかっていうとこちょっと切っていただけます。まあそれで言えばわかると思いますけど。大臣だわったわけですね。あとね、やっぱり、言いづらいですけど、あなたのために命を
かけづらい、うん、かけづらい大臣ね、議員ですよね。例えば報告したのに聞いてないって言って聞いてないとかね。 あとじゃあ今結構有名な K で始まるね、女性の大臣はどうだったんですか。あの人もう女性大臣だったでしょ。ちゃんと時間に来てくれと、早くこっち事務方一応ですよ準備してんのに、15時とかなったら15時ずらっと並んで お見合いになったら、そこから始まってなったら5分も10分も来てから準備状況みたいな、そういう方でしたか。そうです。あとはあれですよ、割り箸を廃止して橋にしろとか、橋を持ってこいとか、うん、ちょっとだから環境にちょっとね、うん、もうあの人ね環境派だから積極的ですから、うん、環境派だから。でも繰り返します、自衛隊その辺打ちながら環境破壊しながら環境派が防衛大臣なのは無理、環境破壊するなっては言わないでくれと。いや環境破壊自然にしちゃうでしょ。もうだってもう戦闘になったらどこかしこも関係なく踏み潰していくんでしょ、うん、国内戦ですので、これはちょっとね、これ長話長くなるんですけど、日米共同訓練やると、うん、アメリカ軍が来て、まあ、日本の国土を回復するためにそこでドンパチありますよね、うんうんうん、そしたらアメリカ軍って作戦のためにどこでも打ち込むんですよ、うん、私が総監の時はアメリカの司令官を連れて、うん、東大寺とかいろいろ連れて行って、うん、すごいってこう感激するでしょ、うん、いいですか、ここには打ち込むなよと、お前が打ち込んだら防衛作戦終わった後俺たちが軍法会にかけられる、重要文化財を破壊したことなんだからここを打つなやったら OK と言って多分打つと思いますけどそういうのは結構あるんですよ。環境とか重要無形文化もう関係ないね。いや、それは、うん、破壊できないようにしろっていうの。でも向こうは必要に応じてやるでしょ。で向こう上がってきたらそれ打てないとなったらそこに行きますよ、ね、分かったでみんなそこに隠れちゃうね。だから本当にこれ日本は専守防衛、専守防衛というのは日本の国土で戦うってことですよね、うん、本当に真剣に国土で戦うっていうことを防衛省はやってますけど他の省庁は考えてくださいよねって。例えば東大寺がバカすか戦場になって撃たれて燃えたって僕らの責任じゃありませんよって言いたいですよね。最終的に我々の責任になるんでしょうけど、いつも笑い話でやってたんですよ。万が一防衛作戦があって終わった後は各師団長総監は全部裁判送りだよなって、ここの橋壊したりとかですよ、橋壊して焼いたとか寺まで焼いたぞとかなんでそこで防御しなかったんだとか、そんなことやれてもですね、うん、文化財に対する理解がないとか言われちゃうわけね。殺人されますよね、うん、あと環境破壊したとか。そうですね、後からが怖いな。結論的に言うとあれですね、普通の組織じゃないんだから、まあ普通に考えるなってことですかね。そうですね、一応は防衛出動した時には土地の施設の接収とかできるようになってますけど、接収した後はやっぱり保証が発生しますからね、終わった後保証するんでしょうけど、その時裁判にならないようにしてもらいたいですよね。わかりました。あと歴代の防衛大臣ですね、同じ愛でもね、ほらオタクっぽい愛大臣っていたじゃないですか。あのプラモデルが好きな人、あの人は砂丘の方の方ですよね、うん、あの人の評判は。その時は私が班長とかの時代ですよ、課長級のですよ、官とか、うん、もう我々が装備品にちくり、本当そこまでは防衛大臣いらないんじゃないかなっていうご質問とかがいろいろあって、うん、なんで陸上自衛隊はイスラエルのメルカバを使わないんだと、あれは前後ろに乗員がいて前エンジンだから当たってもそのね被害ないだろうとかですね、もう細かく聞かれるんですよ。ある日大臣室に行ったら大きいプラモデルみたいな軍艦が置いてあると、うん、これは何個分かるかって、大和か武蔵なんですよ、うん、でも普通一般的に大和って言うじゃないですか、うん、じゃあ大臣この大和ですね、これはな、ここに降格砲が並んでるだろう、うん、昭和何年に改修してここに並んでるの、そんな陸上自衛官に説明しなくていいでしょ。オタクですか。オタクです。うわ大変ですよ。あの方事故があった時に何か逃げましたね、イージス艦の時に。イージス艦の時に逃げちゃダメですか。逃げるっていうかしっかりと、まず掌握をして、うん、事故原因がどちらにあるかわからないときは、謝るなってことですよ、うんうん。謝りましたからね。それから自分が情報を取るために、乗ってる乗員を呼んだりですね、そんなことはしなくていいですから、まずは情報を確認しまして言わないとダメですよね。だから大臣にとっての資質はですよ、まずなんか事故起こったときはすぐ謝るなってことですよ。うん、どっちかがわからないときに謝っちゃうんですよ。それからなんかガーッとやれたら、もうそれはゼロにしますって言っちゃうと。白紙とか。最後までやってくれってですね、うん。そういう方々は非常に少ないですよね。そうすると、今たくさんいろんな人の防衛大臣が出てきたけど。防衛大臣ってです、誰でもいいんですよ。多分総理から見ると。なぜかっていうと、自衛隊法で自衛隊の最高指揮官は内閣総理大臣ですから。うん、防衛出動を加齢できるのは内閣総理大臣、うん。で、治安出動も内閣総理大臣と都道府県知事です。うん、
だから防衛大臣はないんですよ。うん、だからそういう意味だと、うん、総理がこうやってます。自分ができれば大臣いいということですね。行政的なところだけやっとけと、うん。こういう形で若い人に経験させるとかですね。うん、そういう形で使われているのが多いので、まあ安全保障をしっかり勉強してください。だからその一回くの自衛隊の体とか物とかいいから、安全保障の対話とか日米間の協力とかそういう華々しいとこ行って言う、うん、その何ですか。省エネとかいいですか、ね、割り箸使うんだとかさ、ね、トイレットペーパーそんなにいいと、うん。もっと大きいところですね、やってもらいたいですよね、大臣として。もう辞めたんで何でも言えるんですけど、ね、多分みんなそう思ってると思う。大体ね、山下さんの今お話っていうのは、山下さんの個人の意見っていうよりかは、どちらかというと、いろんなところで見聞きした話に基づく、まあ、感想ですね。あと金取ってこいと。金さえ取ってくれば別に大丈夫よ、ね。なんか主査が、主査って言ったらダメですか。財政当局の担当官がギリ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 言ってもう印鑑つかないと。そうしたらもう防衛大臣がバーンとですね、なんでぐちゃぐちゃ言ってんだと。もう決まってんじゃないか政府で。そういうぐらいでこう取ってくるとかね。そしたらやっぱり金丸審査みたいな。そしたら人気上がると思います。ああ、金丸信さんも防衛庁長官やってたですか。ああもうあの人が確かなんか億単位で取ってきましたよね。ああ、おそれ足りないと俺は取って。立派な人。そう、金取ってくる。ああいう感じの防衛大臣が望まれてる。望ましい。まあああいうっていうかその予算を取ってくるとか、うん、あと責任は俺が負うとか、ね。うん、そんな感じの人はやっぱ男気のいい人がですね、まあ女性に失礼なんで、まあそういう方が。責任は俺が取るから、私が取るから、心配しないでやれというぐらいの人がいいですよね。わかりました。いや、今日は山下さんに歴代の防衛大臣で伏せ字でいろいろ聞きましたけれども、あくまでも誰かの個人的感想を山下さんが代わりに言ってたということで、お話を伺いました。どうもありがとうございました。どうも。コメントはしないんでしょうけど、やはりこう国の屋台骨が揺れてる時にいろんな事案が発生した時に舵取り大丈夫かなっていう心配はしてるんでしょう。ね、これで防衛大臣は今の木原さんっていうのは比較的しっかりしたというふうに評判の方ですけどね、まあ、政治が